続いては私がお伝えしますのコーナーです。4年後の宮崎国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会に向けて競技力向上を図ろうと練習拠点施設の整備が進んでいます。県はこれまでにアーチェリー、相撲、水球の練習拠点施設を整備、今回は4カ所目となる県体操場が完成しました。長年競技団体が整備を求めてきたこの施設で国スポに向けたトレーニングが始まっています。宮崎市に完成した県体操場はおよそ3億8000万円をかけて整備されました。中に入ると体操で使われる器具がたくさん置かれています。外から見るよりも天井も高く感じられます。そして県産材の杉のいい香りもしています。国内トップの競技会で使われている最新の器具が設置され、男女8種目すべてを練習することができます。男女共通種目である床は12メートル四方で、床のマットが常設されているのは県内でこの体操場だけです。県体操協会は20年以上にわたって練習場の整備を要望してきました。体操競技の専門性により、整備するということが難しく、天皇杯獲得という大きな目標に向けて練習ができるよう整備しました。体操場の整備を契機に体操競技に興味を持っていただければと思います。国スポに向けて練習場の念願の完成。宮崎県体操協会で子どもたちの指導に当たっている長野拓也さん。都城市出身の長野さんは釣り輪の元日本代表。4年前には体操の種目別チャレンジカップで世界一に。その後現役を引退し故郷へ戻ってきました。その長野さんもより良い練習競技環境を求めて中学校から鹿児島県に進学しました。器具が古かったり、錆びていたりっていうですね、ピットもあったんですけど、かなりこう年季が入っていると言いますか、やっぱりこうボロボロな環境だったので、思い切って技挑戦するっていう時にでもちょっとこう一歩踏み出さないとっていうところがありましたね。もう正直言って環境のところが一番でかいのかなっていうところもありまして。長野さんによると県体操場の特徴はピット。衝撃を吸収するウレタン素材の体操用マットです。地域のクラブの、体育館だとピットっていう施設がないので、やっぱりこの体育館にはその安全性を踏まえたピットがありますので、やっぱり思い切って技を仕掛けられたりとか、挑戦できるっていうところが強みになるのかなと思います。4年後高校生として宮崎国スポで活躍が期待される選手たちはこの体操場での練習で技の難易度を上げられるようになったといいます。跳馬の足と膝全体を伸ばして空中で回るができるようになりました。マットとか活用してもっと上手くなりたいなって思いました。鉄棒の折り技が新しくなったりとか、跳馬の技が難しくなったりとかしました。マットが硬かったりとかで怖くて、こっちだとピットがあって安全でできるからです。ちょっと新しい技ができたりしたらやっぱり自信もつくしモチベーション上がりました。安心して挑戦できる環境が整ったことで選手たちの夢が広がっています。この体操場を活用して優勝を目指せるような練習をしたいです。オリンピックに出られるよう一生懸命頑張ります。信長さん、なかなか整備が進まなかった競技でも、はい、国スポに向けて充実した施設ができていますよね。そうですね、僕も学生時代毎日体育館使えなかったんですよ。部活がいっぱいあったん で外でバレーやったりしてたんですけど、やっぱこういう専門的な場所が自分たちの部活というか、やってるスポーツのためにできるっていうのはすごいモチベーションにもなりますし、ちょっと絶対怒られるんですけどピッと気持ちよさそうなぐらいふかふかしてましたね。思いっきりやれるってことですよね、はい、ピットがあると、元日本代表の長野さんもありがたい環境をもらったので、ここからがスタートですと意気込んでいました。県によりますと国スポ小スポに向けた
競技施設や練習場の建設費用は総額およそ450億円に上ります。国スポまであと4年、競技力向上はもちろん競技人口の広がりにも期待したいところです。ここまで私がお伝えしました。